藤崎線は、熊本県熊本市北区の北熊本駅から同市、中央区の藤崎宮前駅までを結ぶ、熊本電気鉄道の鉄道路線である。藤崎宮前黒上長官には、軌道法準拠で建設された名残として、事実上の併用軌道が存在する。菊池線の三好駅方面との列車はすべて藤崎、宮前駅発着で運行されている。べて普通列車での運行で、 朝と平日夕方に入出港兼ねた北熊本、藤崎宮前間の線内区間列車があるほかは、すべて菊池線に直通する三好、藤崎宮前間の列車である。基本的なダイヤは、菊池線三好間く北熊本間と同一で、混雑時15分間隔、換算時30分間隔で運転される。終点駅となる藤崎宮前駅が、 藤崎八万宮への最寄り駅のため、毎年9月に開催される藤崎八変宮、周期例大祭開催時は、進行行列が行われる最終日が最も混雑する。このため当日は、早朝5時台に臨時列車が設定され以後は終日平日ダイヤでの運行となる。また、大晦日から元旦にかけても初詣客対応のため、臨時ダイヤとなる。なお、 正式な起点は北熊本駅だが、列車運行及び旅客案内では、藤崎三山駅から北熊本駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。全駅熊本県熊本市内に所在。駅番号は2019年10月1日から導入。熊本市内起動線1954年6月、廃止、熊本市交通局に譲渡。 鉄道線1949年4月に現在の路線に切り替わり、旧鉄道線の一部区間は廃止した。印の駅は1945年以前に廃駅となっている。なお、室園松崎間の線路跡は国道3号清水バイパスの一部になった。AB 寺田雄一、日本のローカル施設から猫パブリッシングハット ABC。 地方鉄道及び軌道一覧昭和10年4月1日現在、軌道を地方鉄道に変更許可、官報1942年7月16日、地方鉄道運輸開始、官報1942年8月1日、電鉄電車でのご利用から熊本の IC カード、公式サイト、運輸安全委員会、2018年9月1日時点のオリジナルより、アーカイブ、 二千十八年九月八日閲覧列車の運行再開について熊本電気鉄道 http www.kumamototentetsu.co.jp スラッシュニューススラッシュに0 1 7 0 3 0 6 4 1 7 h t m l 二零一8年九月九日閲覧電車 駅ナンバリング導入のお知らせ熊本電気鉄道2019年8月15日同日閲覧ありがとうございます